やっとここでできる以前 の, あのもうしたと思うんですけど、したっていうかここじゃない場所で、あ新宿でね、うちの息子はやっぱりあのお母ちゃん愛でおかんが喜びそうなことをしようと、うん、それがいい学校に入るとか、うん、じゃないんだよね、うん、バカな ネタを作ることっていうか、それで、息子は歌舞伎町のラブホテル街の、まあ、ラブホテルで、うん、まあベッドメイキングのアルバイトをすることになった、なんかおもろいことが見つかりそうであるよと、でそれで息子は、まあ、ある日いつものようにそのバイト先のラブホに行った、で掃除終えて、あのはいここ終わり、次の隣の部屋に行こうと玄関に立ったら、ん玄関に妙なものっていうか、女の足が2本シューって伸びてるんだって、でもやもやもやんとこう上がなくって、本当に膝から下だけの真っ白い女の足、裸足のが立ってるんだって、あまりにも唐突な上に息子なんかちょっと腹が立ったっていうのよ、何脅そうとしてんだよって、でつまんねえんだよって、なんかベタな出方しやがって、もうちょっとこう工夫はないのかね、怖くねえよお前っていう、うん、本当怖いんだけどビビるところ見せたらいかんと思ったのか、そういうふうに幽霊に対して強制を張るっていうか、うん、怖くねえんだよこんなのって、あの隣の部屋に移って、で隣の部屋シャカ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 シャッと掃除して、で終えて、うん、あのお疲れさんでしたってそのラブホー出た、でうちすぐ近くなんだけどそのラブホテルから、うん、でも息子はなんかまっすぐ家に帰る気になれなくって、うん、普段全く行かないちょっとこう細い路地裏があって何の用事もないから、でなんかわかんないけど急にそこに行きたくてしょうがなくなって、その歌舞伎町のラブホ街のわけのわからん細い路地裏にひょ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 っとこう入り込んじゃったら、なんかどん詰まりのところにこう廃墟っていうか廃屋っていうか空き家があるんだって、歌舞伎町にふさわしくないっていうか、でなんか吸い寄せられるように息子はその廃墟に歩いて行っちゃって、 もちろん電気なんかなくて真っ暗けなんだけど、ちょっとまあ覗き込んでみた、うん、そしたらヘタ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 と裸足のなんか足音が聞こえたんだって、家の中から、うん、これはやべえと思って、うん、息子はくるってそれに背を向けて、もう大急ぎでその路地裏脱出して、あの逃げようとしたらヘタ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 ってそのペタ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 ってその女の足音がついてくるんだって、ペタペタペタ、うんうん、やべえやべえやべえって言いながら息子は必死に走って大通りに出た、で後ろ向いたらもう何にもなかった、うん、でそれで息子家帰ってきたんだけど、お母ちゃん俺一晩にあの2人の幽霊に会ったよって言ったんだけど、でもよう考えたら2人じゃないのかもねって、うん、1人かもねって、うん、そのラブホで怖くねえんだよって言われた足が怒って、うん、じゃあもう一回きっちり脅してやろうじゃねえかって、足の方も本気になって、あの改めて路地裏に息子をおびき出して、今度こそきっちり脅したんじゃないかと、怖がらせてやろうかと、だから1日に2回じゃないよ、多分それ一人の女の子っていう、なんだよねっていう、やっぱねそういうもんからかっちゃいけんっていうか、あとあのね、あとまあうちの息子の経験談で言うと、あのまあ兵庫県に有名な廃墟があって、M というイニシャルのホテルです、廃墟マニアは絶対わかる、いいんじゃないですか名前言っちゃって、スッと出ましたね、スッと出ましたね、であの今はあそこそのすごい立ち入り厳しくなってて、すぐに不法侵入でちょっとやばいことになるので皆さん行かないようになんですけど、まだ緩い時があって、でうちの息子がちょっと面白がっておっていうか、まあ好奇心からちょっと行ってみたと、でもすごいもう一階なんかわさわさと雑木林みたいになっていて大変なことになってる、で息子はその時思ったのが、野犬とか、イノシシとかいたらどうしようっていう、そっちの方が怖いやっていう、地域的に、ね、野犬なんかいたらどうしよう、いや怖いっすよ、怖えなと思っていたら、ガサ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 って茂みが動いた、やべえ野犬かよって思ったら、ひょ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 って出てきたのが
すっぱだかのおっさんなんだって、でしかもそのすっぱだかのおっさんが四つん這いになってるんだって。怖い怖い、なんか怖い。四つん這いのすっぱだかのおっさんがひょ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 って茂みから出てきたんだって。で目があった。で息子は、あ、野犬でなくてよかった。違うだろそれ違うだろそれって思ったと。でおっさんまたはシャ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 っと藪の中に戻っていったそうです。藪の中戻っ、そう、一体あれは何だったのだ。妖怪じゃないですか。妖怪かなあの四つん這いおっさん、なんじゃったんだろうってあれは、謎。なんて四つん這いなのかな、すごいびっくりする。ちょっとプレイ中とかじゃないですか女王様がどっかから見ていてお前ちょっと出てこい、行ってこい、行ってこいっつってお前脅かしてこいなってその後清水とか浴びてるかもしれないし廃墟で、廃墟で、廃墟で。でも廃墟でちょっと思い出したんですけど、この本じゃなくて以前出した本にちょっと書かせていただいたんです。どれだろうな、それかこれだと思うんだけど、どっちかに書いたと思うんですけど、あの鎌倉、神奈川県の鎌倉市近くですね、サリーちゃんの館と噂されている廃墟があったんですよ。なんだ、鶴岡八幡宮でしたっけ、のまあまあ近くにあったんですけど、でまあ、あの冷やかし半分で行っていただくのは全然よくて、あのガストの裏にあるんですけど、で、まあ、僕の後輩だいたい茅ヶ崎とかあの藤沢とか住んでるやつは通過儀礼で、そのサリーちゃんの館と小坪トンネル、あ、これはもう免許取ったら絶対行く場所なんですよ、はい、で免許取って僕の後輩が、あ、後輩じゃねえか、同級生が行ったんですよね、そのサリーちゃんの館に。でサリーちゃんの館っていうのは、まあ、サリーちゃんの館っていうぐらいその洋館でね、結構そのまあ大きな家で白い壁で、あのまあ分かんないけど 5LDK だか分かんないですけど、すごい広いとこだと。でまあいろんな中どんどん入っていって、まあ、探索してもまあ何も起こんないですよ。なんだよとか言って、なんかまあそいつらもやんちゃなやつらなんで、なんかガラス割っちゃったりとか、やるでしょバカって、ね、不良ってバカだから。でなんかガンガン壁蹴ったりとかしてて、もうつまんねえから帰ろうぜって言ったら、奥にそのサリーちゃんの家よりもそのさらに奥に住宅地があったんですよ、ね。で住宅地の窓がガラッと開いて、うわ怒られると思って、不良のくせにちょっと怒られることが怖いらしくて、それを男の子がガラッと開けたら、小学生ぐらいの男の子がなんか歌歌ってるらしいんですよ。でもう夜中の1時とかそんなもんですよ。それ歌歌ってて、とかなんかそんな感じで、なんなんだあれって言ってたら、その家の中から例えば正幸だったら、正幸歌うのやめなさいっていう声が聞こえて、ああまあそれはそうだよな、それは怒るよなってこんな時間に。そしたらまたって歌い出して、正幸やめなさい、正幸やめなさい、正幸やめなさいってよく聞いてると、ずっとテープみたいに、テープが再生されてるみたいになってたらしいんですよ。ループして、ループして、うわなんだこれって思って、その時3人ぐらい男の子でいたんですけど、お前ら何やってんだってバッて振り返ったら、サラリーマン風のおっさんがいて、で人ん家覗くんじゃないって言われたから、あ、この人の家なんだと思って、すいませんすいませんって言って、あのちょっとあそこにあの男の子が歌ってるのがちょっと気持ち悪いから見てたんですよって言って説明して、あ、それでだからってお前覗いていいもんじゃないだろうって言って、こんな夜中に人ん家を、すいませんでしたって振り返ったら、その男の人もいなくて、でその家ですか、窓も閉まってて、え、さっきまで普通の家だったのが壁がくすんでたって、でうわこれなんか怖い幽霊みたいなのいるわと思って、そのガストのある大通りまで出てったら、そのガストの隣ぐらいから警備員の人がいて、うん、何やってんだバカ野郎とか言われて、いやいやあそこに出たんです出たんです、でお前らどうせサリーちゃんの家行ったんだろう、そうですって、あれはな、本当は奥の家で一家惨殺というか、ちょっと心中をした家があるから、そのダミーのためにサリーちゃんの家っていうのを意図的に心霊スポットにして、そっちに行かせるようにしてたらしいんですよね。だ奥の家が本丸っていうんですか、だったらしいんですよね。
だもう今はそのサリーちゃんの家は多分まだあるんですよ、それは多分その相続とかそういう関係で壊せないとかそういう状況で、はいはいはい、奥の家はもう更地になって普通の住宅地になってるっていう、それ僕サリーちゃんの家行った時に、だから今から何年前で25年ぐらい前ですか、大学とかそんぐらい、確かに奥に住宅街があったんですよね。ただ確証を持てないのはね、僕は見てないでしょそれ、プラスその夜中に行くから、まあ夜中で神奈川県の家なんかみんな電気が消えてるからどの家だかが全然分からなかったんですよ、本当の家っていうのは。だから僕はちゃんとは見てないんだけど、俺の後輩はそれを経験したっていうのはありましたよね。あの家で思い出したんですけど、これは成増、どこですかあれ、板橋区ですか、成増駅からすぐ近くにある家なんですけども、これは幽霊とかそういうんじゃなくて、僕あの17、18年前にフライデーでそのミステリースポットを巡るルポルタージュみたいなのを書いてたことがあったんですよ、ちょっと。でその心霊スポットって何箇所か巡って、でまあ心霊スポットにちょっと詳しい、なんていうんですか、なんか闇金とかやってそうなんだ不良いるじゃないですか、不良の慣れの果てみたいなのがいて詳しいじゃないですか不良ってでそれをあるあのテレビ局のやつが紹介してもらって行ったんですよね。そしたらここ別に幽霊じゃないんですけど、ちょっと不気味だからちょっと徳光さん見てくださいと、でその成増駅まで行ったんですよ、そしたら大体この辺だって言って、まあ夕暮れ時ですよね、でそのあの闇金も一緒に来てくれて牛島くんにしましょうか、牛島くんも一緒に来てくれて、でここですって言った、普通に住宅街にあるんですけど、そしたらまあ何ですか、文化住宅みたいな、その1階建てのなんか年寄りが住んでそうなあるじゃないですか、 2DK ぐらいのなんか長屋みたいな、そしたらその家の外壁にバーって和紙が貼ってあって、バーって文字が書いてあるんですよ。そしたらここは別に幽霊は出ないけども、この本を読んでくださいって言ったら、その外壁にね貼られた和紙に、あのおそらくその家の姑が書いたであろう文章がずっと書いてあって、で嫁はこんだけひどいとか、こういうふうにいじめられた、で私は嫁が一番可愛がっている孫を殺すと書いてあったんですよね。でまあ、周りの家にちょっと取材というか、まあ、周りの人も嫌がるんですけど、たまたまそのお話聞かせてくださった方にあの聞いたら、本当に孫殺してたらしいです、でその外壁に、それでまあちょっと精神鑑定の結果、まあだからまあそのちょっと精神病院入ってその家に戻ってきたと。である日からその外壁にバーってその和紙で貼って書き出して、数日後にばあさん家の中で自決してたっていう家があったんですよ。でもその後僕ちょっとしてから見に行ったんですよそのね、まあ案の定不良がその和紙をみんな破って不良が持って帰っちゃったんでしょうね。ただ今でもあります、あると思いますよ。ただ僕は最後に行ったの10年ぐらい前だから分かんないですけども、